緊張による早口を解決。こんにちは、モチベーション&コミュニケーションの桐生でございます。今日も行ってみましょうということで、伝わる実践セミナーをお届けをしてまいります。こちらのチャンネルでは、伝わる話し方、分かりやすい話し方、疲れる話し方、上がらない話し方、こういった話し方に特化して、メソッドをお届けをしてまいります。ぜひ、興味がある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速今日のテーマ、今日がですね、いただいたのが緊張による早口を解決していこうということでございます。これはお問い合わせいただきました。どうしても緊張すると早口になって、落ち着きませんと。ゆっくり、落ち着いて喋るにはどうしたらいいかというお問い合わせです。これの解決策は今日はお伝えしていきたいと思います。で、本日のゴールです。早速早口を解決する3つのポイントっていうのがございます。早速中身に入っていきます。3つというのが、1つ目、これ短文、2つ目が間、3つ目が質問です。これを入れると早口にブレーキがかかってゆっくり喋れるようになるよっていうお話でございます。緊張による早口を解決する、これはね、意識で変えようと思ってもなかなか難しいんですよね。今日いただいたお問い合わせもですね、これどうしても早口になってしまうということは、多分おそらくこの方はですね、事前にしっかり準備とされてると思うんですよ。それでもどうしても早くなってしまうんです、焦ってしまうんですっていうことだと思うんです。なので我々が提唱しているのは、意識を変えようってことではなくて、その前に仕組みを変えていきましょうと。早口にならない仕組みを準備していきましょうと、ここをお伝えしてるんですよね。人間の意識なんて変わりやすいですからね。7時に明日絶対起きるって言っても、寝ちゃったとかね、もう絶対ダイエットする、この一口食ったらみたいな形で、こう意識っていうのはなかなか変わりやすい。なので事前の仕組みを変えることによって、ゆっくり喋れるように準備をしましょうっていうのが今日お伝えしたいことでございます。さあ早速一つ目です。一つ目は短文ということです。短文で切るということなんです。よく喋るときに、私はこれであれであれであれで、今日お伝えしたいことはこんなことでこんなことで、あんなことであんなことでという、これ長文が続くとですね、これどん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 話すのが早くなってくるんです。逆に短文で切るとどうなるかというと、今日お伝えしたいことはこれです。ポイントが3つあります。一つ目がこれです、2つ目がこれです、3つ目がこれですっていう風にこう切っていくとですね、ここにブレスといって間ができるんですよね。句点っていう丸がつくと、でこう一回呼吸ができると。で、皆さんどうでしょうか。呼吸なくしてわーって喋ってたら、どん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 早口になりません？よく 100m 走終わった後にね、こうインタビューするとき、はっ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 てこう早口になりますよね。あれはやっぱりブレスといって呼吸を一回こう吸えるところがないと、もう息が吐けなくて、どん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 早口になってしまう。なので話戻りますけれども、短文で切る、こうです、切るとここで呼吸ができる。で、何々です、呼吸ができます、3つあります、呼吸ができますということで、呼吸を入れるとですね、ここで、早口の速度が収まってくるよということなんです。だから短文っていうのは呼吸ができるっていう、すごくいいポイントになります。で、これそこまで意識する必要はまあないんですが、だいたい一文ってどのぐらいなのっていうと、だいたい40から80文字ぐらいって言われるんですね。ワードの1行がだいたい爪切りで40文字ぐらいなんです。あとネットで検索するのにも出てくるのって、だいたい30文字から、長いとこ40文字ぐらい、まあそのぐらいが人間が一瞬でパッと認識できる分量なので、まあいちいち喋ってる時にね、文字数はとかって確認するのは難しいんですが、まあ、そのぐらいなイメージで切るといいです。で、2つ目いけます。2つ目は間でございます。先ほどの短文で切るっていうのはお伝えしましたが、切れない時もありますよね。話がこう続いてしまう時、じゃあその時はどうすればいいのっていうと、これは間で感覚を止めるということなんです。例えば何々を言いましたが、実際はですねみたいな形でこうちょっと間を入れたり、私が今日一番伝えたいことはこれなんですよねって、こう一回間を入れると、これがまたブレーキになるわけですよね。これブレーキなしでタタ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 タってどん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 速くなってくる。これはね、加速の原理といって、スピードがどん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 速くなれば、回転すればするほど速くなっていくっていうことなんですよ。例えば坂道でね、石ころがこう転がり始めたとするじゃないですか。ゴロンゴロンゴロンと、でどん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 転がれば転がるほど加速して速くなっていく。だからやっぱりブレーキが必要なんですよね。それが、まあ、先ほどの丸をつける、短文で切るっていうのにも似てますけれども、切れない時は間、まあ今変な間を入れましたけど、でも間を入れるとこうほらちょっとね、早口になってるなっていうのをちょっと止めなきゃということでブレーキになります。なので加速していくのを切る方法として、間っていうのもね、ぜひ取り入れていただきたいと
思います。さあ最後3つ目が質問です。質問入れると遅くなるよと、これはどういうことかというと、一方的に話しているとやっぱりこれ加速の原理でどん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 速くなってきますね。なのである程度話したらここまではいかがでしょうか、何か質問はありませんか、こう質問を入れてあげると相手にボールが当たるのでここで一回またブレーキになるということなんです。で、質問して答えてもらうケースもあれば、これは一人質問っていうのもあるんですね。私先日こういう経験があったんですけど皆さんいかがでしょうか、結構あったりしますよねみたいな形で人前で喋ってる時に答えてもらうではないんですけれども質問を投げかける、こんなことってありません最近私は結構あるんですよみたいな形で、これ一人質問って言います。でも質問を入れると相手に一回ボールを渡すことになるのでここでまたブレーキができる。早口になる時っていうのはね、大概自分の思考が先走って先に行っちゃってると、なので相手の思考がこう追いついてこないわけですよね。だから質問を入れることによってこれ長寿力を合わせるというと、だんだんとスピードも遅くなってくるということでございます。今日お伝えしたいのは、緊張するとどうしても早口になってしまうよという解決策3つお伝えをいたしました。人前で喋る時にね、十分準備をして練習をしたりする人たくさんいらっしゃると思うんです。それでもどうしても早くなるということは、あらかじめ短文で切っておく、そしてあらかじめここで間を入れよう、入れておく、そしてここで質問を入れようっていうのを入れておく。そうすると仕組み上ですね、もうここで質問入れなきゃなってなればどうしてもこれブレーキになりますから自動的に遅くなるよということなんです。そんな風にして事前に回避する方法をこう設計をしてみていただきたいなと思っております。こちらのチャンネルではですね、こういった伝わる話し方とか、やっぱり特に人前で緊張するよっていう方に向けたり、雑談苦手なんですなんていう方にね、会話が上手くなるこう伝わる話し方っていうのをお届けをしております。オンラインでも今月に100本以上ですねセミナーを開催してますので、ぜひコメント欄からチェックを入れていただきたいと思います。面白かったっていう方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。